はい、どうもこんにちは、コウキです。今日はですね、綺麗なノートの取り方について動画にしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、このルーズリーフの紙を用意しましたので、これにですね、大学生、高校生、中学生に、自分が戻ったつもりで、綺麗にノートを書いていこうと思います。自分が気をつけたポイントとかですね、こうやったら、字がうまく見えるとか、全体的によく見えるとかですね、そういったポイントをですね、絞ってお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧になってください。社会科のですね、戦国時代の織田信長とかありますよね。で、その辺のちょっとことについて、その辺というか、織田信長について、ちょっとこのですね、ノートにまとめてみようと思います。私だったら、どういうふうにちょっとまとめるかですね。ではですね、ちょっと今から、書いていこうと思います。はい、ではですね、書き終わりました。ではお見せします。こんな感じですね。ではですね、ちょっと説明していきたいと思いますので、ちょっと画面を変えます。綺麗なノートの取り方ということなんですけども、一番気にするべきは何かというと、ズバリですね、これは余白ですね。余白をきちんと入れること。よくぎっしりこう、行を詰めてですね、一文字一文字書く方いらっしゃると思うんですけども、そうするとですね、こう、見るって、全体を見渡すときに、パッとですね、こう、目の中にこう入ってこないんですよね。頭の中に入ってこない。で、ちょっとですね、拒否反応を起こしちゃうんで、こういう余白ですね。余白が一番大事だなと思いました。で、余白をですね、当てるのが難しいよって方ですね、二つちょっとおすすめ方法があって、何をすべきかというと、全体ですね、書くことが決まっているときに、それをですね、三つか四つぐらいにグループを分けるんですよね。で、グループを分けて、例えばで一つのグループを書いたとしたら、その二個目ですね、二のグループに行く前に、二行ぐらいを開けると、すっきり見えます。で、もう一つ何かというと、一文書いたら、一行開けましょう。で、そうするとですね、勝手にこうスペースが空いて、見る方もですね、すごく楽なんですよね。なので、綺麗に見えます。なので、グループに分けて見ることと、あとですね、行間を開けるっていうことを意識してやってみてください。で、その次工夫したことですね、それはですね、何かと言いますと、文字の大きさ。で、文字の大きさをですね、気をつけたんですけども、題名ですね。今日の、題名は織田信長なので、織田信長という文字をですね、大きく書こうと最初から決めてました。左上に題名を書いて、しかもですね、大きく、一番ですね、大きく書きました。はい。で、そうするとですね、パッと見た時に、その左上の題名にまずですね、こう目が行きますよね。なので、スムーズにこう読んでもらえるという感じですね。なので、こんな感じでですね、見る人側に立って、文字を書いていくとですね、自然とですね、綺麗になっていきますので、そういった工夫をですね、してみてください。あとですね、細かく言うと、いろいろ私がちょっと申し上げているように、こういったですね、文を書くときなんかもそうなんですけども、漢字をですね、少し大きめに書く。で、ひらがなをですね、ちっちゃめに書いていただくと、それもですね、バランスがよく取れて、綺麗に見えてきますので、それも意識してやってみるといいと思います。で、今日はですね、ちょっとルーズリーフだったんで、一文字、一行一行は結構狭いんですよね。なので、一行のですね、上と下に漢字がくっつくぐらいの感じで、漢字の大きさは意識して書いてみました。はい。でですね、その次なんですけども、色分けですね。よくですね、いろんな色、10色ぐらいを、よく使ってる方っていらっしゃるんですけども、それをですね、見たときには、自分はいいかもしれないんですけども、他の人が見るとですね、結構ですね、こう、ガチャガチャして見えるんですよね。なので、ちょっと拒否、見る側が拒否反応になって、自然とですね、なってしまいがちなので、色は3色ぐらいに留める方がいいと思います。これ具体例があって、例えばですね、車なんかもそうですよね。よくあるのはですね、黒、全体的にこう、ベースは黒であっても、タイヤのホイールはですね、白だったりとか、シルバーだったりとかして、全体的にはですね、こう、3色ぐらいで収まってるケースってほとんどだと思うんですよね。ボールペンとか一つ見てもですね、そうなんですけども、これ全体パッと見るとベースは赤なんですけども、透明の部分が大きくありますよね。字はですね、黄色で、書いてあるんですよね。なので、全体的に、赤なんですけども、赤と、透明色と、あとはこう黄色ということで、3色使ってますね。で、それと、このシャーペンですね。全体見ると、黒と、グリーンですよね。で、それと、白のラインが入っていて、全体的に、ね、3色ぐらいで収まってます。
はい。で、こんな感じで色っていうのはですね、結構3色ぐらいで収めて、やるとですね、見る側がとってもですね、もう快適に、自然にですね、こう見ることができるんで、ごちゃごちゃしないということで、綺麗に見えます。はい。あともう一つ気をつけることがあって、途中ですね、こう線をいくつか引いてると思うんですけども、こう線をですね、定規を使って、やることですね。結構フリーハンドで描くと、どうしてもこう、歪んだりとかですね、ガタガタなったりとかしがちなんで、それもですね、全体的に見ると、そこに目が行ってしまって、なんか不自然なところにこう目が行くんですよね、人間の目って。なので、不自然にならないように、こう上下できちんとですね、まっすぐ線を引く。そうすると、全体的に違和感なくて、こう綺麗にまとまって見えますので、はい。なので、まとめて言うとですね、余白を取るってことなんですけども、余白を取るためには、段階を、グループに分けたりとかですね、一行書いたら、一行開けるとか、あとは文字の大きさをですね、工夫してみるとか、あと色をですね、3色以内で収めるとか、あと定規を使うとか、そういうことなんですけども、全体的にこう、まとめて言うと、汚くなるような要素を抜ければいいんですね。そうすると、自然と、こう、綺麗に、見えるので、一文字一文字はですね、あんまり気にしなくていいんじゃないかなと思いますね。手紙もそうなんですけども、全体を見たときに、どう見えるかっていうことを意識すればいいと思います。はい。ということで、今日はですね、学生の方向けですかね、ほとんどですね、学生の方向けに、綺麗なノートの取り方っていうことでテーマにして撮ってみたんですけども、学生の方のノートだけじゃなくて、いろんな例えばスケジュール表だったりとかですね、普段の日記だとか、手紙とかですね、そういったことにも、使えますので、ぜひですね、これをちょっときっかけにしてですね、自分の書き方を工夫してみてはどうでしょうか。